あけみです。今日は私の夏山の持ち物を紹介します。おしゃれ感ゼロでお届けしますので、ちょっとおしゃれ動画をご期待の方は違うチャンネルみたいです。それでは早速ご紹介していきます。まずザックはこちら、カリマーのクリーブ30というのを使っています。私は去年の秋くらいから山を登り始めたんですけれども、冬山の道具もバッチリ入り、お泊まりも一泊しましたけど200くらいできるんじゃないかなって思いました。ちょっとカリマーのね、このザックのレビューはまた別にしたいと思ってるんですけど、これからザックを買うっていう方はね、夏山しか登らないよっていう方は多分20から25で間に合うんじゃないかなと思います。荷物が多くなければ。でその中に大体どんなものを入れて使っているかご紹介していきますよ。まずはこちら、ヤマップがいるので携帯ですね。リップクリーム、これねベタベタしてるリップがおすすめです。すぐなくなっちゃうんで。ポケットすぐ出るところにあるのはアルコール消毒とコード食、おやつ、あと私は最近は塩キャンディ。右側にもポケットがあるんですけど、私は使ってなくていつもここに携帯を入れてます。胸の近くに携帯を入れちゃうと給湯がちょっとなんか苦しい気がして、気のせいかもしれないですけど。あとはここに GoPro を挿して、GoPro のね予備のカードとバッテリーもここに入れたりとかしています。そしてお水、お水は夏山では 1.5 から2リットルぐらい私は持っています。小さいのと、普段そんなにたくさん水を飲まないのでそれぐらいなんですけど、山によってはもっと持っていくっていう方も多いと思います。自分の体と相談しながら増減させていったらいいのかなと思います。本当に水だけだと入っていかないことがあったりして、気づいたらあんまり水を飲んでなくて頭が痛くなったっていうこともあるので、1本は、今日全部水ですけど、1本はスポーツ飲料を入れるようにしています。いつも出るところにヤゲームっていうねマスクを、山は紫外線が厳しいので首も焼けない感じで、それから日焼け止め、虫よけ、クマ鈴で、その他に私はこちら、クマを彫る、クマを追っ払うっていう意味だそうですけど、青森弁でね、これ、スーツ私がボラれそうなんですけど、これをクマ鈴と一緒につけてバッグにぶら下げています。燻製みたいな匂いがします。じゃじゃん、これカッパ、雨具、これはマストですね。私はまだそんなに高い山の天候が激しく変わっていくみたいなとこは行ったことはないんですけども、登山の三種の神器はザック、カッパ、靴ということで、一番最初にこの3つを買いました。あとそこから着るものとかをちょっとずつ買い足しました。最初はあるもので始めていいと思います。着るもの、 T シャツとかね。でもうちょっと続けたくなって、もっと快適になりたいなと思ってから速乾とか UV とか考えていったらいいんじゃないかなと思います。はい。で私は下山した後に着替えたいのでお風呂セット着替え一組持ってます。すごい薄く折りたためる服がいいなと思ってて、最近はこれを折りたたんで持って行ってるんですけど、これとあとここに手ぬぐいも1枚入れてお風呂に行けるようにセットを準備しています。お風呂がない時ももちろんあるので、駅のトイレとかでウェットティッシュみたいなやつでこれで拭くとスースーするっていうやつですね。これで全身拭いて取っ替えて電車乗って帰ります。もう少しですよおしゃれじゃないからびっくりしないでね。携帯充電器ここから全部ジップロックですよ。みんなおしゃれなね撥水ポーチとかに入れてると思うんですけど、これはね2万くらいなんだと思います、アンペア。携帯の充電は5回はできます、余裕で。300円ショップで買ったこれをつけて使っています。私は雪山には入らない、夜山は
歩かないっていう心に誓ってるっていうよりは別に行きたくないっていう感じなんですけど、でも一応念のためヘッドライトも持ってます。たまに充電して入れ直しています。出番が来ないことを祈っています。メディカルセットっていうほど大層なものじゃないんですけど、ポッカエロと痛み止め、整腸剤、カッコントを、絆創膏、保湿クリーム、保湿オイル、何にでも使えるオイルと生理用品も入っています。あ、ここにもいました。これね、あの座るやつ、座布団。はい。で、忘れちゃいけないのが非常食。ちょっと今日のラインナップはあれですけど、酸っぱい飴と梅干しと、今チョコが入ってますね、チンスコあとアンパンとか。甘いものよりしょっぱいものが欲しくなったりもするので、たまにコンビニでささみバーとか塩クッキーとか買ったりしています。あとお昼ご飯、お昼ご飯はコンビニで買ったり、現地に行く途中でお気に入りの店を見つけてお弁当を買ったりしています。朝からご飯は作りません。ちょっと今日は実家の方に来てるんですけども、サングラスは今日はね持ってこなかったんですけど、高めの山に行くときは入れるようにしています。温度計、湿度計、時計も持っています。もう一個忘れてました。ザックの底にサバイバルシートも入っています。薄くて音が鳴らないやつ。カバンの中がちょっとあれな感じですけど、ジップロックいいんですよ。濡れないし、中に何入ってるかすぐわかるしそんな感じで私の夏山のリュックの中身、持ち物のすべてご紹介しました。ここに急登の時はストック、それから山頂が10度以下の時は薄手のパーカーを持っていきます。ということで、登山1年目の私のリュックの中身でした。皆さんのリュックの中身、こんなのもあった方がいいよとかありましたらぜひ教えてください。じゃあまたね。サコッシュにティッシュ、ハンカチ、お財布、お家の鍵などを入れて登山口に着いたら、これをまとめてザックに入れています。